どうも、陶芸家の青木亮太です。今回はかっこいいボールの削り方、こういう感じでつるっとしたボールを作ります。下に乗せてでやるのがオールドスクールのスタイルなんですけど、今回はシッターを使わない。じゃあシッターを使わないでどうやって削るのっていう時に、こうやって、まあ、置いて削るしかないんだけど、これって動いちゃうじゃん、これなんか削ってても。で自分がね、26歳の時にスイスに半年間留学してて、そこでねヨーロッパの陶芸の仕方っていうのを結構学んできたんですよね。でそこで彼らに学んだこのシッターを使わずにもうこのままダイレクトでいっちゃうやり方、どうやるかというと、まず最初にこの水ペロンと口につけます。で次にこのろくろにピッとつけます。ろくろで回して中心を出す。これだけでさ動きそうじゃん。この後にくっつけ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 って念ずる。そしたらくっつくんですよね。これもうデコピーションももう動かない。次じゃん、まずはこのこいつ名前ついてんのかな、わかんないけど、これで外の粗削りをしていきます。でね、今回の2つ目のポイントとして、この側面、側面はもうろくろで結構薄く引いてるので、側面は皮を剥くだけです。蓋を乗っけると、まあ、高台の中心は盛り上がっちゃうんで結構動いちゃうんだよね。これがちょっと軽く真ん中削ってあげます。そうするともう中心から外が盛り上がってるんで、そこが接地面になるんで、まず動くことがありません。でこれギュッと結構グー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 っと結構力入れます。じゃあ行きましょう。ペローンって、あ、ちょっと湿っぽいかな。はい、1枚目で、次にこれ三角で、あ、削っちゃった、外側のこの今の削りの跡を取っていきます。今はちょっとここのね、そのろくろ引いた部分を削りました。次はこの高台の形を決めていきます。多分これくらいの大きさだな、こいつは。角度によって飛びかんなしちゃう時もあるし、スーッていく時もあるし、もう逆サイからも行っちゃうみたいな。これなぜ逆サイから行っちゃうかというと、大体こっちのサイド使うじゃん、なんか逆サイってのは使われてないからツルッツルに切れるから、最後ここで仕上げたら綺麗になります。じゃじゃん、わかる、これ俺もよく分かってないんだけど、カミソリの刃、これ普通にホームセンターカーマとかでも売ってるから、これねめちゃくちゃ愛用します。で最後にフィニッシュでこの削り跡をこれでシュッて消せるんですよ。これこれでもいいじゃんとかなるじゃん、このこれよりもこっちのカミソリの刃の方がめちゃくちゃ鋭角なんで、すごく綺麗にできます。ビビるよこれ、シューッつって、たまにちょっと裏返して、ワンツーワンツーワンツー、シューッつって、ツルツル。これねもうカンナだけではここまでいけない、カミソリの刃とか使ってやってみてください。じゃあもう一気にいっちゃいますね。じゃあ次この口袋の中、必ず重要なのはどちらかの手で中心を押さえるね。こうくっついてるからといって動かないってわけじゃないから、上からプレッシャー与えてあげて、ガーッと。で次この道具を使いますね、中を削る。で上を平らにして、あとは得意の4-5-1は手でやります。あざす、これ完成で、この後に外で取ってきた木の枝でサインを書いてます。でこれ外す時は銀のヘラを使って、もうくっついちゃってるね、もう真空状態で、この根元に当ててこいつがガクッと動くまで、あ、来た、そしたら外れます。はい、こんな感じでボールが出来上がりました。で3つ目ね、これ口がちょっと分厚いでしょう。ここをちょっと削っちゃいますね。この剣先でちょっと口先をね柔らかく、これ一発でいかないように、一発でまず口の薄さを決めて、二発目でここの山を取る。出来上がりました。はい、では今回はかっこいいボールの削り方でした。ありがとうございました。タオツー、タオツー。